はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、高橋仁智です。はい、今回はウルターマンジェット4話の感想と、キラメージャーの14話の感想と、ゼロワンの38話の感想と、ポケットモンスター2019の、28話の感想でございます。で、4話の感想、ウルターマンジェットの4話の感想ですけど、ウィンダムをね、登場させる回だったんですが、まあ、登場させる回で、どうやってあれするのかなと思ったら、ちょっとグロテスさんところありましたが、まあ、ぶち燃えてびっくりしましたっていう回です。そして、第5話にジャグラスジャグラーが出るから、もしかしてね、異世界転生したんでしょうかね。っていう感じですかね。キラメージャーの14話、まあ、今回お風呂会っていうか高道さんが、リーダーのジュル君を信用したなっていう感じの回でした。で01はあれですね、今回まあとにかく38話の感想的なのはちょっとざっくりしすぎるかもしれませんが、まあ仲間になっていい回だったんじゃないでしょうかねっていう感じでした。最後ポケモン20、メソの回ですね。まさかゴー君捕まえるとは思いませんでしたね。だからゴー君があれするとは思わなかったんで、オープニングさん的にびっくりしましたという感じでございます。ということで動画終わります。ご視聴ありがとうございました。